はい、檜原村公式キャラクター、はい、日野じゃがくんでございます。ちょっとね、この出かけのタイミングもありございますので、はい、はい、ゆるキャラたちが一斉に集まってくれております。はい、東京都檜原村からやってまいりました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。檜原村から来ました日野じゃがくんです。今日はですね、佐野丸さんのお誕生日ということでおめでとうございますと言いに来ました。日野じゃがくんは檜原村で採れた美味しいじゃがいもから生まれたイケメン男爵です。檜原村はすごい自然豊かな場所で、お水は美味しいですし空気も美味しいです。でですね、そこで採れたじゃがいもはとっても美味しいんですね。それでイケメン男爵という形で日野じゃがくんが生まれました。今キャラクターブースの方でも日野じゃがくんの手作りのクッキーとか売ってますので、ぜひ皆さん見に寄ってください。よろしくお願いします。あとですね、日野じゃがくんは佐野丸さんの芋フライの位置を常に狙ってバーターでオファーをもらおうとしてますので注意してください。でまたですね、8月の村のイベントなんですけれども、ポスターの、滝祭りというのがあります。滝のライトアップをはじめ、グルメブース、物販ブース、あとステージでは檜原太鼓ですとかよさこい歌謡ショーなどを行っております。確か4年前には、佐野丸さんが遊びに来てくれたような覚えがあります。皆さんもぜひ、遊びに来てください。夜空に打ち上がる花火はとっても綺麗ですので、ぜひ一度遊びに来てほしいと思います。あれ、日野じゃがくんどうしたの。いや、もしかして、あー、芋彦ちゃんどうしたの。たくさん人がいて怖いの。大丈夫よ、怖くないわよ、ママがついてるから。よーしよーし、まだダメなの。大丈夫よ、大丈夫だから。あとね、芋彦ちゃん佐野に来たから佐野史郎さんの冬彦さんやってるのかもしれないけど、佐野史郎さんは佐野の人じゃないから。すいません、失礼しました。日野じゃがくんよろしくお願いいたします。すごい下ネタありました ね、ずっと乗ってました、ね、いやもう緩いを超えて安いになってましたけども。すごいですね。いやすごい、言うんじゃないよ。いいですね、持っていけるんですね。いや、かわいい。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。